フクロウ星雲は大熊座にある惑星状星雲である。丸い星雲の中にやや暗い部分が二つ並んで存在しており、フクロウの顔のように見えることからその名が付けられている。星雲の実際の形は円柱状のトーラスで、地球からはこのトーラスを斜めから見ていると推定されている。物質の少ないトーラスの両端の穴がフクロウの目に相当している。フクロウ星雲は 惑星女性運としては大きい部類に入るが同時に微かな天体でもある。誰にとっても眼視的に十分な模様は捉えられておらず、その構造は大口径の望遠鏡による写真による以外ない。ジョーンズは見るだけでもかなり難しい。口径15センチメートル以下の望遠鏡では見逃す。北斗のマスが高くかかり、良い気象条件の時を選ばなければならないとしている。 ハゴヤ・ヒューストーンは、口径55ミリメートルでは無理だが、口径8センチメートルの双眼鏡ならば楽だとした。口径10センチメートルの屈折望遠鏡でこれを見た。マラスは大きな灰色の楕円。フクロウの目の部分はアリゾナ砂漠では見えたが、カリフォルニアでは見えなかった。とにかく大変難しいとしている。熟練した観測者たちの見方は、難しいという点で一致している。 後傾8センチメートルの望遠鏡で見えたとするなら、すべての好条件に恵まれた時である。後傾1 0トルの望遠鏡では、灰色のぼんやりとした円形に見える。中心性を見るためには、後傾3 0トルの望遠鏡を必要とする。フクロウの目に当たる黒い部分も見え方は条件に依存する。後傾2 0トルで見たという人もいるが、 合計30センチメートルでやっと見えたという人もいる。合計40センチメートルでも条件が悪いと見えない。低倍率では M108 と同一視野に見え、対照的な形が面白い。シャルル・メシエの共同研究者であったフランスのピエール・メシャンによって1781年に発見された。フクロウセウンと名付けたのはイギリスのロス教で彼のスケッチが残されている。 メシエは、メジャンの報告によると、見るのが難しく、特に足尾弱の糸が光るときに見にくいと記した。ウィリアム・ハーシェルは、K に40明るさは平等。ヘリは鈍くなっている。かすかな核が中心部に2個とした。1848年に、ロス教は、中心部にあや,や離れた2つの星があり、それぞれの周りは薄暗く、渦巻きに取り囲まれているとした。 ロス教の6フィート望遠鏡で観測した猿の顔のようだと記した。スミスはよく眺めると木星ぐらいの大きさで濃淡がなく丸いとした。ウェップは大きく静白。注目すべき天体。1850年以前は2つの開口部それぞれに星が見えていたが、それ以降は1個だけとしている。ありがとうございます。